S, S 級駆逐艦はイギリス海軍の駆逐艦の艦級。1940年度戦時緊急予算に基づく第5次戦時急増艦隊として発隻が建造され、1943年から1944年にかけて順次に収益した。第2次世界大戦の勃発を受けてイギリス海軍は戦時緊急計画を発動し、駆逐艦の急増に着手した。 まず、1940から1年度計画で建造を予定していた中間的駆逐艦の建造を前倒しして O 級、P 級が建造された後、新しい戦時要求の繁栄や急造に適した設計への変更を図った Q 級、R 級に移行した。1941年1月9日に発注された第5次戦時急造艦隊は R 級の順道警官とされた。 これが本級である。蒸気の経緯から、設計は、救急、R 級とほぼ同様であり、J 級以来の単煙突、選手老型という船型のほか、救急で導入された燃料搭載量の増大や復元性の改善、完備のトランサムスターにも踏襲された。R 級の一部では、トライバル級と同様に艦首の傾斜を大きくして、艦首部の高さを増加し、 両派性の向上を図っていたが、本級より全艦でこの設計が導入されている。また、機重台と単小灯台の配置を逆にするなどの改正を加えた、ほか、急増に合わせて一部の偽装を簡易化している。機関も9級、R 級と同様で、アドミラルテ式3動型水管ボイラー、パーソンズ式、オールギアードタービンによる二軸推進、出力4万馬力である。 戦艦機のイギリス海軍は、駆逐艦の艦砲を、対空、対水上の療養法とした場合、砲塔機構が複雑化して気力補助が必須となり、また重心上昇から復元性低下にもつながることを懸念しており、爆撃機は駆逐艦よりも戦艦などの高価値目標に集中するものと想定していたこともあって、駆逐艦への療養法の搭載には消極的であった。しかし、 第二次世界大戦壁頭のノルウェー及びダンケルク撤退作戦での戦訓からこの想定の誤りが明らかになり両用法の搭載が模索されることとなった。当初、本級ではアメリカ海軍の38口径12.7センチメートル砲の導入が検討されたものの既存の設計への適合化が難航したことから断念された。このため、 従来の45口径 12cm 砲4門装備が踏襲されることになったが、美砲作として、従来は最大行角40度の弊社砲画であるマーク、ザバイブと組み合わされていたのに対し、本級では1940年9月に完成したばかりの最大行角55度のマーク、22砲画が,が初搭載され、対空射撃能力を強化した。また、サベージでは、 一番砲に変えてバトル級駆逐艦に搭載するため開発されていた最大行角80度の45口径 11.4cm 連装砲を搭載したほか後部の3番4番砲塔も同時に開発されていた45口径 11.4cm 単装砲に変更された射撃式装置は QQ、RQ と同様で 対空用には285型レーダーを備えたマーク2砲イバンと FKC 射撃板、対水場用には機船長3.66メートルの即挙技を備えた DCT 砲イバンとアフック射撃板が用いられていた。近距離用の対空兵器としては当初は従来通りに39口径40ミリメートル4連装機銃が予定されていたが、1941年1月の 決定に基づき、新型の56ミリ 40mm 連装機銃、および70ミリ 20mm 機銃4門の構成が採択された。もともと、イギリス海軍は、ポンポン砲の防空力に不満を抱いていたところ、1940年に、ナチスドイツのオランダ侵攻を受けて、イギリスに脱出してきたオランダ海軍の機雷不説艦、ウィレム・ファンデル・ザーンが搭載していた。 ヘイズメア射製の射撃式装置と連動した56、口径 40mm 連装機銃の性能に感銘を受けて、自国でも装備化したものである。ただし、スコーピオンでは、従来の39口径 40mm4 連装機銃が搭載されたほか、サベージ、スウィフトでは70口径 20mm 機銃のみと、された。またその他の艦でも、 最大12機までの70ミリ 20mm 機銃が搭載されたほか、一部の艦では56ミリ 40mm 単装機銃1から5機も搭載された。本級は戦争中に2隻が撃沈された。建造中の艦2隻が当時のノルウェー亡命政府軍に供与されたほか、戦後すぐに3隻がオランダ海軍に売却された。サベージのみ。 45口径 11.4cm 連装砲1機と45口径 11.4cm 単装砲2機。現在のタレスネーデルラント社。ありがとうございます。